はい、皆さんこんにちは、渡りくりぶしです。今回は夢幻のごとく続きをプレイしていきたいと思います。信長が本土寺の部屋を生き抜いていたらという仮想の RPG になっています。今回は家康の岡崎城にやってきていますので、早速岡崎城の中へ入っていきましょう。家康に会いましょう。おう、信長殿、久しぶりだの家康。猿との喧嘩、助けに来てやったぞ。やっぱり信長が神様だね。ありがたき幸せにございまする。大殿がおられれば秀吉など。これは信長殿、約束を違えず来られましたな。これは半蔵ですね。いよいよ秀吉が動き出した模様。わかった、戦の準備じゃ。半蔵、偵察に向かえ。ではごめん。信長は勢力を広げていく秀吉に対し、東日本を家康に抑えさせることで対抗しようとした。日本統一を狙う秀吉の力があまりに強大で、信長を脅かすまでになった以上、たとえ日本を二分して秀吉と家康のそれぞれに収めさせることになってもやむを得なかった。信長は早く戦国の世を終わらせ、世界へ打って出たかった。信長と半蔵が参るまでお待ちくだされ。ここで自由に動けるようになりましたね。ではちょっと探索します。信長様、お久しぶりございます。さっきまでいなかったキャラが現れましたね。殿の元へ参られるのでございましょう。私も献上品を持っていくところでございます。どうぞ信長様もお越しくだされ。どうせ狸の置物であろうが。誰なんだろうこれ。ちょっとまた城に戻ります。信長殿、出入り商品の茶屋が戦に献上品を持ってまいりました。どうぞ納めてくだされ。二王堂を手に入れた。どうなんだ、強いのか。パーティーはね、ちょっと入れ替えました。殿、秀吉方主力軍は橋場秀次。すでに美濃にかかっております。大垣城の池田恒興、岐阜城の森長吉と合流する前に戦かねばならぬ。よし、わしが行く。準備は終えたか。信長殿自らが、秀次の軍までわしが切り崩してみせるわ。あやつらにも死んでもらわねばならぬようだ。合戦になるか。秀吉は長浜城で秀次に命令を下していた。秀次、はっ。お前を主力として大垣の恒興、岐阜の長吉を合流させる。一気に岡崎へ攻め込むぞ。おう。大殿が死んでいよいよわしの天下じゃ。あ、これは、このパターンは合戦シミュレーションだな。信長の率いる家康軍は小牧山に陣取る秀吉軍を一気に目指した。二つの軍はついに激突。小牧長久手の戦いですね。まあ、そうだな。そうね、ちょっと主力を、主力部隊は、信長のパーティーに入れてるので、信長以外は乱丸ぐらいしかちょっと使えなそうですね。この合戦パートで敗れるのも元も子もないので、慎重にかかりましょう。部隊同士にはそれぞれ相性がある。それを利用して戦略を立てると戦いを有利に進められるのじゃ。いいえですね。敵の配置を確認しましょう。ここだな。ああ、向かってくるな。こちらをじゃあちょっと迎え撃ちましょう。しかもこの森の中で迎え撃つのが良さそうだな。弓隊、足軽隊、足軽隊を先頭に行きましょう。格闘部隊、槍隊、槍隊前へっていう感じですかね。乱丸の騎馬隊は側面待機。信長の本隊は
森の外で待機しましょう。で、敵がやってくるのを待つ。乱丸がやられると厄介なんで、ちょっと、いいエド、やりたいを前に出します。第5部隊と交戦に入ったということですね。そしたら、一気に敵を殲滅しにかかりましょう。まあ、最悪、信長が肉弾戦で戦うしかないですからね。完全に混戦状態に入ったな。さあ、いよいよやばくなってきてるな。信長戦闘状態に入ったな。うん、ボス戦確かも。秀次が現れた。ただね、パーティーはご覧のように信長生命、それと、長が、それに出雲の国と、主戦力を配置してあるので、一気に決着をつけましょう。まずは同志。で、ここは、雷だな。200万。奥には、通常攻撃でいこう。どれくらい？セグ80。結構来るなぁ。乱れつき。うわ。生命を、そしたら、回復薬がない。万能薬もない。薬種か。もったいないけど、薬種使うしかないな。回復薬がいなかったな。ちょっと回復薬を用意しておくべきだったかな。しょうがない。普通に攻撃しましょう。信長だったら大丈夫だな。乱れ突き。では、これで戦っていきまーす。やっと倒した。攻撃力は大したことないんですけど、めちゃくちゃ体力持ってますね。2000の経験値。信長がレベルアップ。これ全員レベルアップするんじゃないかな。そうですね。レベルアップ、みんなしそうですね。ちょっと奥にの使い勝手がいまいちかもしれないな。森永屋氏の軍勢が岐阜城の城外に陣を張った。連戦じゃないだろうな。ちょっと、回復系のものが少なくてピンチですね。そして池田恒興の軍勢もまた大垣城外へ。あ、ここで一回回復とかできそうだな。ちょっと戻って回復して、出直しましょう。では、回復してきましたので、合戦に挑みましょう。まずは池田恒興。ここも前回と同じ舞台で行くしかないですね。で、信長のパーティーに加えた、つわものたちで敵のボスキャラと戦闘します。ドキドキするな、信長様、おいら頑張るよ、頼むぜ。池田恒興と信長はね、いとこですからね、そうは言っても。では、ちょっと陣を張ります。集中攻撃を浴びせるのがいいと思うので、ちょっと密集体系を取りましょう。
常沖は出てこないな、岐阜城から。でも敵の前衛部隊4部隊が接近していってるので、これを叩いたら一気に常沖の陣へ突撃をかけていきます。いや、あっという間に全滅した。こうなったら信長を敵の本陣に突入させる以外に勝機はちょっとないですね。ちょっと一気に敵の本陣へと突入していきましょう。味方の部隊がね、ちょっと弱すぎるっていうのがありますからね。では、信長の部隊だけ突破したので、突戦に入りましょう。池田常沖戦。出雲の奥には少しですね、術を覚えさせました。これで、回復役にもなるでしょう。では、どうしましょうか。で、信長と阿部の生命は、例によって技術合戦ですね。食らいやがれ !158 か、もうちょっといってほしかったな、もうちょっといってほしかったけど、しょうがない。まあ、ここは、確実に、安全策を優先して、戦っていきましょう。極め投げを打ってきたな。この雷が結構効きますね、常沖には。やっと倒した。常沖も体力めちゃ多かったですね。ちょっとずつ敵の体力が上がってきているので、これで攻撃力も高い敵キャラが出てきたら危ないかもしれないな。ちょっと慎重に戦いましょう。雷斬りを持っていた。取りますか?取りましょう。爪置きが倒れ、池田君は浮き足だって崩れた。池田君は散り散りになり、長浜へと落ちていった。これで小牧長久手の戦い勝利かな。あ、森長吉の軍がどっかに出るって言ってたな。ちょっと森長吉の軍勢を確認しに行きましょう。では続いて森長吉の軍に当たります。戦じゃあ、サルメン、思い知らせてやるわ。敵の本陣。貴様、長吉ではないな。森殿の陣に加わり、旗頭を務めておる、小野忠明じゃ。柳生家と並び、後に徳川家に憲法を指南する人物。へえ。わしに従え。バカめ、わしが信長じゃ。間違いないわ、ぐわっはっはっは。お、仲間に加えてくれ。仲間に加えよう。一旦奥に外して、で、仲間に加えましょう。で、強さはというと、山伏か、どうなんだろう。強いのかな。いや、VU6 じゃ話にならない。一旦ちょっと回復がてら、キャラの入れ替えをして、お国に戻しましょう。では改めて、長吉の部隊と決戦です。まあ、同じメンバーで行くしかないかな。
どうせ信長が森永義氏とボス戦を戦って勝つ以外にこの戦いに勝利する術はないと思うので、なんとかしてボス戦に持ち込みましょう。森永義氏がいるのがここだな。では全軍突撃します。森永義氏の本陣に向けて全員突撃。苦戦も苦戦するよな。味方が弱すぎますからね。ただそれでも予定通り敵を引きつけてくれていれば OK ですね。信長が森永義の本陣に突入するのが一番重要なので、信長の動きを察知した一部隊だけ信長の方にやってきましたね。画面の上の方ですね。これを撃破して一気に森永義の本陣に攻め込みましょう。さあもう信長以外の部隊が全滅したので、いつもの通り森永義の軍勢に突撃を敢行していきます。で森永義とボス戦で勝利する、それがね、この合戦パート、合戦シミュレーションの、勝利する唯一の手段と言っていいですね。さあ突破しよう。ああ、一般キャラとの戦闘か。まあ、ここは防御に徹して、これ、ノーマルキャラかな？あ、単なる足軽だな。であれば、普通に撃破して、森永義戦に備えましょう。連続で敵部隊と決戦だわ。ここも防御して、信長の薙ぎ払いで、ちょっと、気力を使っちゃいますけど、薙ぎ払いで一気に削って、あとは仕留めていきましょう。ここでね、そのレベルが上がってくれると、また森永義戦で、多少戦いが、楽になる可能性があるので、まあレベルもちょっと上げてほしいかな。400ぐらいの経験値が、手に入ると思うので、その400の経験値で、レベルが上がってくれると同じですね。これでレベルが、信長が上がった、でかい。信長が上がったのはでかいな。これでいよいよ、じゃあ、長吉戦に突入ですね。決戦だ。長吉。何やつ？と、殿なぜに？長吉、死んで我が元へ参れ。亡霊となったら、茎の元へ現れよう。と言っています。まあ、まずは網を使って動きを止める。効かないか、しょうがない。まあ、まずは防御しよう。で、雷を降らせて、まあ、いつもと同じ戦闘パターンで、うわ。全然強えぞ。今までより明らかに強い。ここはもう確実に体力の回復を優先して戦っていきましょう。奥にとか一撃で半分以上持ってかれるからな。相当だな。な！一撃で死んだ、マジか！強すぎる！これはやばいぞ。回復役が死んだ。痛すぎる。
なあ、セーブも一撃で死んだ。やばいな、こいつの強さ。ちょっとレベリングしてこないと勝ち目ないかな。奥にも多分一撃で死ぬな、これ。ちょっとここは本当に想像以上に強い。奥にも死んだ。マジか。長吉一騎打ちだな。極め投げ。役所で回復だ。極め投げ。極めだけの連チャンを食らってる。いやー、マジで強えぞ。ここまでだと思わなかったなー。いや、薬師で回復するしかない。回復して十文字切りが強力なんだよ、これ。本当に強力。いやー、もう回復する手段すら残されていない。いやー、ちょっと侮ったなー。普通に強かった。死んだ。ちょっとやり直して戻ってきます。では改めて森永吉に再戦を挑みます。ちょっと戦略を考え直します。まず、原則、信長以外は防御。まあ、盾になってもらうっていう感じですね。で、信長だけ乱れ突きをひたすら打ちまくると。そういう作戦でいきたいと思います。ちょっとかなり消極的な作戦ですね。で、信長がダメージを負ってきたら、信長の回復。信長の気力が萎えてきたら、信長の気力の回復。そういう感じで、ね、戦っていきます。まあ、ちょっと長期戦になるかな、というところですね。倒した。もう最後は回復薬も何もかも、すべてを使い切った総力戦でしたね。3666。いやー、超過だけ死んじゃってますから、残念ながら、3666がもらえませんでしたね。いや、普通に強かったなー。森軍を撃破しました。長浜城の秀吉のもとへ知らせが入った。池田様、森様、うち死にでございます。敵将は、恐ろしげなひげ面の男とのことでございます。勘兵衛、大殿は生きておいでしょぞ。殿、勘兵衛自ら穴繰りの忍びと共に三河へ向かいましょう。大殿が生きておいてとはいえ、要するに、殿が家康に勝てばよろしいのです。やがて山伏に変装した勘兵衛が、長浜城からひっそりと旅立った。信長と秀吉めどう出るでしょうか。信長は家康が強大にならないうちに信勝と秀吉の輪を結ばせることを考えていた。信勝が家康から離れれば家康は織田家の争いに口を挟めなくなる。しかしどうやって輪を結ばせるか考えがまとまらない。では城下へ気晴らしに行かれては。ですが半蔵を長浜城へ行かせておりますゆえ他の国へ行かれてはなりません、ということですね。では、苦戦の末に森永吉対撃破しましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。